娘時代のナーズリーと父アブドゥルラヒーム王妃としての戴冠式当日のナーズリー。1922年ナーズリー・サブリーはエジプトをフワード一世の二番目の妻。エジプトのスルタナ・王妃。エジプト農業大臣を務めたアブドゥルラヒーム・サブリー・パシャとその妻のタウフィーカ・ハーヌム・シャリーフの間の娘として生まれた。母方の祖父はトルコ出身でエジプト最相。 外相、陸軍少将を務めたムハンマド・シャリーフ・パシャ、母方の祖父は、フランス出身の士官で、エジプト軍の近代化に尽力した、スレーマン・パシャである。カイロのラ・メールド・デュコーやアレクサンドリアのノートルダムド、シオンコーで学んだ後、姉妹と共に2年間パリに留学した。1918年に、父方のいとこで、トルコ人のハリー・ルサブリと最初の結婚をした。この結婚は、 強制的なもので、結婚からわずか11ヶ月後、ナーズリーは、夫の不貧困を理由に強引に離婚した。離婚後、ナーズリーは、政治家のサード・ザグルール夫妻の屋敷に1ヶ月ほど預けられた際、ザグルールのおい・サイードと恋仲になり、婚約した。しかし1919 19年のエジプト革命に際して、サイードはおじザ・ザグルールと共に亡命を余儀なくされ、 婚約も空手形となった。失恋から間もなく、ナーズリーはスルタン・フワード一世に目をつけられ、スルタンの人なることを承諾させられた。二人は1919 19年5月26日にカイロのブスタンさらいで結婚式を挙げた。フワードが1922年に国王として退官した際、ナーズリーの称号もスルタナから王妃に変更された。王妃は王宮内に限り、 オペラ鑑賞や勘加会などの行事に出席することを許されていた。フワード一世は強圧的な夫で夫婦仲は険悪だった。王妃は福君からたびたび平手打ちを受けたり、数週間の自質内謹慎を言い渡されたりした。1927年に夫と共に4ヶ月間のヨーロッパ訪問に赴いた。妻、ナーズリーはフランス人の血筋を引くということで、 かつての留学先フランスで大いに歓迎された。1936年にフワード一世が死ぬと国王夫妻の一人息子ファールーク一世が多いを継承した。王太后ナーズリーの兄シェリーフ、サブリー・パシャがファールークが未成年の間国政を代行する三人の摂政の一人に選ばれている。1942年、ナーズリーは 息子の家庭教師で探検家のアフマド・ハッサネーンと秘密結婚したと言われている。ファールーク・一世はこのことで母を憎み、1946年にナーズリーはエジプトを追われてアメリカ合衆国に移住した。1950年8月8日、ファールーク・一世は母校のエジプト王室の生員としての称号を剥奪することを発表した。理由は、 ファールーク一世紀の許しを得ずに、末娘のファトヒーヤ王女を自分の秘書と結婚させたこと、そして同年にスンニハムスリムからカトリックに改宗して、キリスト教徒となり、メアリー・エリザベスの宣令名を名乗ったことの二つである。1976年、ナーズリーは、自分と末娘ファトヒーヤのエジプト帰国許可を、エジプト大統領アンワルアイコールサーに申請した。しかし、 ファトヒーヤが夫に射殺される事件が起きたため、帰国は取りやめになった。1978年にロサンゼルスで死去した。2番目の夫フワード一世との間に一男4女の5人の子女を設けた。ウィキメディアコモンズには、ナーズリー・ザブリーに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。